はい、皆さんこんにちは、ラブアーティストシンです。今日はですね、このノーブルリリーって皆さんご存知ですかね。知ってるよって人はなんかね、僕ねコメントが極端に皆さん少ないんで、コメントをくださるとすごくなんか楽しいです。結構ね、外人さんのコメント多いんですよ。だけど本当に分かんない言葉とかで来るんで、まあ、それも一生懸命翻訳ソフトで翻訳して返してるんですけれども、まあ中国語とか英語は割と分かるんですが、その他のアラビア語みたいなやつとかは本当に分かんないのがあるんで、ぜひね、日本の皆さんもコメントください。そしたらいろんな素朴な質問とかでもいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。では早速始めていきましょう。いくぜ、カモン。はい、では今日はね、こちらの器にアレンジをしていきたいと思います。さっきのね、ノーブルリリーもちょっと珍しいんですけれども、ノーブルリリー以外にも紫色のグラジューラスとかちょっと珍しい花材を使っていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。では行ってみよう。ズームインじゃねえな。はい、ではまずね、これ姫水木を器にセットしていきます。はい、続きましてね、このアリアムですね、アリアムを刺していきましょう。でこのアリアムってね、切るとこうすごいネギ臭いんですよ。だからちょっと今下にね、茎が落ちたんですけど、これだけ先片付けちゃいますね。茎踏んだらものすごい匂いになっちゃうんで、皆さんもアレンジしてるときは気をつけてくださいね。はい、では ここでネザーリフファンで、ね、ちょっとファンデーションワークをしていきましょうか。はい、次にこの赤バラをね、入れていきます。あ、そうだ、一つね、言っときたい、僕のね、YouTube って割とこう13歳から17歳ぐらいの方の視聴率ってやっぱり少ないんですよ。なのでもっとね、こう若い方にもお花に興味を持っていただきたいと思います。で、そのぐらいの頃からこうお花に興味持ってアレンジしてたら、もう絶対に大人になった時にもう超一流のフラワーアーティストになれます。20歳代で超一流のフラワーアーティストになれれば、こう世界に出てね、バンバン活躍できますから、ぜひね、そのぐらいの頃から興味を持って見ていただきたいと思います。あと親御さんにもちょっとお話しておきたいんですけど、やっぱりね、こう小さいうちから子供のうちからね、こうお花のこう制作動画とか見ていたら、絶対それをこう身につけていっちゃうと思うんですよ。だからこうね、ちょっと小さいお子さんにもこう見せてあげてほしいんですね。なのでぜひよろしくお願いします。未来のフラワーアーティストをこのフラワー TV から育てていきましょう。お願いします。では続いていきましょう。はい、次にこのね、紫色のグラジオラスを入れましょう。はい、入れ終わりました。そしで最初から言ってたノーブルリリーが最後に入ります。
最後と言いましたが、最後にこのドラセナを入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。先ほども言いましたが、ぜひね、若い方もこのフラワーアレンジメント動画を見ていただきたいと思います。あと親御さんもぜひ、小さいお子様にもね、見せてあげてください。本当にこの世界は結構ね、高年齢化していて、僕なんかでもまだまだ若手なんて言われちゃうような時代です。なのでぜひこう未来の若いスーパーアーティストをこのフラワー TV の中から輩出していきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は、説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も楽しみにしていてください。